はい、こんにちは、俺は球児の父、一夫多妻制ひも男。こちらの女性たち全員僕の妻たちです。映ってないけど見えないよ、暗くて見えない今日は富良野、上富良野町に一夫多妻家族で来ています。向かっています。札幌から車で2時間10分ぐらいですね。ラベンダーのライトアップをね、見に行きます。おお、登山コース、登山コースだよ。ただこれ迷子になっちゃう。冬スキー場になるのもね。ちっちゃいけど超。あ、スキー場なんだここ冬は。なんだっけ、何公園だっけ？日の出公園。日の出公園に来ています。あのイルミネーションのラベンダーライトアップラベンダーを見に来ました。トレーニングだ、トレーニングマジでちょっと見えてきたね。ああ、ここは頂上か。多くね、一番よく見えるところ。到着。一番上はあそこなんだよ。ラベンダーイ。すごいね、ほら綺麗だよ。サムネここじゃね、撮るとしたら、ね、ああサムネここだよな。恥ずいんだけど、むのがもう今全然見てくれない どう。この景色は綺麗だけど、上から見た方が綺麗だと思う。上行くか、うん、上行きます。こんなにラベンダー、疲れた。すごいよ。金のところが綺麗か。並んでる。
下のさ、あの、金のところでサウンド撮ってちゃう、はい、無料でこれ見れるのいいね。ライトアップラベンダーは初めて見た、初めて見たライトアップ、感想はどんな感じ、幻想的、こっちから行く、みんななんか下の組は帰ってる感じ、天気、日も綺麗だけど夜は夜、夜は夜、これとこれは森間に合ってよかった、間に合ったね、渋滞で間に合わないかと思ったけど、ここあれだね、デートとかにすごいいいんじゃない、いいんじゃない、うん、ね、写真撮るの好きな人は楽しい、あとそうだな、SNS やってる人とか、その10倍良かった思ってた、うん、これいると思ってたよ、そうなの、有名じゃん、クラのラベンダー、これからもこうしたら多いと思何もないだって、さっきから帰る実家みたいな、9時半ぐらいになったか、もう、はい、もう9時半過ぎたよ、終了です、一応ちょっとは光ってる、光ってる、帰れなくなっちゃう、なんか足元真っ暗になったらさ、みんな飛んじゃうから、
入場料0円でしょ。そこがすごい。すごいね。すごいな。駐車料金もただ。すごい。ただで来れるんだ。それはみんな来るよね。うん。ただで見れるんだもん。なんかもったいないね。上の方にテラスとかつけてさ、チンギスカンとかなんかお酒とかなんかあったら結構売れる。無料にしてもさ、ちょっとお祭りチックに露店とか出しても、うん、似たるところに出して、カップルイチャイチャブースみたいなさイチャイチャブースなんかですよね。そう、ふかふかのふかふかのさ、うん、そう、うん、そう、ふかふかのソファーでラブラブブースでさ、ここ危ないな、うん、男性になってる、見えない、うん、危ない、うん、あ、重い、通常重い、抱っこは重いよ、抱っこ紐でも重い、紐つけた方がいい、まだスタスタちゃんと歩けるようにならんからな、疲れただこうってあと何年も続くんだから、ね、今のあれ悲しいよ、やばい、絶対行けないじゃん、運ばれてる、悪い悪い、今のやばい、悲しい、なんてさ、4歳ぐらいまでなんかベビーカー乗ってこいな、思ったよ、待てよ、悪い人かもしれません、悪い、今の悪い、あしたもお祭りみたいな感じか、あのポスター見た感じ、さっきここ、あ、そうなの、うん、21日、あ、そう、だからこれなんか準備してあるでしょ、カブトムシ捕まえました、何かが催されね、今から登ってる人ほぼ見えねえや、ね、見えないね、見えねえぞ、残念、絶対見に来ないと、ちょうどよかったな、ちょうどよかった、うん、ちょうどよく終わって、あおじさん意外と始まる、なんか腹減ってきた、ちょっと、ちょっとちょっと、うん、ここら辺飯食うとこないの、見た感じなかったよ、ない、なんか夜遅くまでさ、あんま、そうね、調べたらあるけど